です。類まれなる破壊力を秘めた挑戦者、ターゲットはエルティグレ、スペイン語で虎と謳われるチャンピオン。これから両選手の名がコールされます。本日のメインイベント、 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界スーパーバンタム級チャンピオン、122パウンド、メキシコのネストール・ガルサ。 KO 率 78%、 獰猛なるメキシコの虎、チャンピオンネストール・ガルサ。これが2度目の防衛戦です。青コーナー、挑戦者 WBA 世界スーパーバンタム級11、121パウンド、2分の1、天佑マルキジム所属、石井幸三。一発 KO の破壊の拳、初挑戦で世界をつかんだ天佑マルキジム石井幸三。強打者同士 KO 必至のこの一戦、解説は当時のスロー級、現在のミニマム級の元世界チャンピオン、おなじみ大橋秀行さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなくですが、まず一言、この試合で見どころ。そうですね、両選手とも積極的でパンチがありますんで、これ1ラウンドからね、激しい打撃戦になると思いますんで、本当に目の離せない戦いになると思いますね。はい、この試合は WBA ルールで行われます。3分12ラウンド、1ラウンドに3回ダウンすると負けになる3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。偶然のバッティングなどにより試合続行が不可能な場合、4ラウンドまでは引き分け、5ラウンド以降は判定になります。グローブは日本製の8オンス、挑戦者が使い慣れているグローブです。さあ、両選手コーナーに分かれました。その時は来ました、2人は共に言いました。12ラウンドまでやるつもりはないと。真っ向勝負のファイター同士、ノックアウト以外の決着はまず考えられません。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ネストール・ガルサ対石井幸三。今死闘の幕が上がりました。第1ラウンドのゴングです。やはり石井選手から仕掛けましたね。そうですね、まず威嚇するように右を繰り出していきました。この世界戦のためにあつらえたというゴールドのコスチュームに身を包んだ挑戦者の石井幸三。一方、黒と白、今日はホワイトタイガーのトランクスです。チャンピオンのネストール・ガルサ、これが初めての日本、2度目の防衛戦になります。まず大橋さん、はい、両選手とも非常に攻撃的なスタイルのボクサーですよね。そうですね、持ち味としましては、はい、石井君の方がこの一発パンチ、また逆にガルサの方は連打というね、はい、両方ともその攻撃面を前面に出したスタイルですね。とにかくこの1ラウンドでもノックアウトシーンが生まれる可能性は十分にあります。さあ、序盤の打ち合いから一転、お互いにじっくり距離を取ります。お互いの動きをじっくりと見ます。鋭い左を繰り出すのはチャンピオンのガルサ。一方、石井もおっと右、また組んで回しています。ガルサ力強いパンチでしたね、はい、当たってませんけれども、この威圧するのにもね、十分なパンチですね、はい、場内がどっと沸きました。石井は去年7月に世界ランク入り、今年8月には1ラウンドノックアウトで東洋太平洋タイトルを取りました。現在 WBA のランキングは11位。ワンツー、イエスト、ガルサの顔面に石井の右、さらに詰めます。ダブルで放つ左フックのキレと破壊力、そしてさあ、今度はガルサの右、ガルサがワンツーで攻めます。石も右を出す、左のボディ、右はダッピングでかわしたガルサ。やはり打ち合いになってきましたね。第1ラウンドから激しい打ち合いです。一方、去年12月にこの WBA のスーパーバンタム級タイトルを取ったガルサ、今年の5月に初防衛戦をアメリカ
ネバダ州ラスベガスで行い、8ラウンドテクニカルノックアウトで見事クリア。これが2度目の防衛戦です。先ほどボディを狙った石井、左のフックを返します。ガルサ、このガルサ、先ほどから何度も見せている左のフック、左右のフック、特に左が強烈なんですが、そうですね、今見せました左アッパー、はい、今のミニアッパーですね、はい、このアッパーも強烈なパンチですね。そして何といっても早いタイミング、素早いモーションで繰り出されるワンツー、その右ストレートは槍のようにスピードになっています。石井選手、このね、打ち終わりにちょっと気をつけたいですね、はい。まあ、これが世界初挑戦、当然石井に緊張感というものはあるかと思うんですが、今いい右でしたね、はい、右のフックから左のフォロー、左左です、ね、第1ラウンドから挑戦者のパンチがガルサの顔面を捉えています。ちょっとガルサちょっと効いてますね。残り10秒切った。早くからその強打ぶりでボクシングファンの間では知られていました。しかし全国的に知名度があったとは言えない石井、全国をご覧の皆さん、これが石井高等です。第1ラウンド大歓声の中で終了のゴングが鳴りました。小川さん、はい、世界初挑戦の石井、第1ラウンドからいい動きですね。そうですね、非常にいい立ち上がりでしたね、はいはい、何度も右そして左のフックをヒットさせました。放送席を改めてご紹介します。解説は WBA、WBC 両方で世界スロー級のタイトルを取りましたおなじみ小川秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず第1ラウンド、続いて第2ラウンドに入りますが、立ち上がりの両者の動き、またコンディション、仕上がり具合などどうご覧になりました？そうですね、まあ、昨日の記者会見と、はい、まあ、その後の検診の数字的に見ても、はい、まあ、両選手とも本当にベストコンディションですよね、はいはい、共に24時間前に行われた計量は一発でクリアしています。後ほど体格比較などでご覧いただきますが、ガルサがリミットいっぱいの 55.3kg、 一方石井は 200g 余裕があります 55.1kg、 共に一発でクリアしています。さあ、右ラッパー、左右ラッパーでボディを変えますガルサ。石井の右、左右の打ち合い、もうこれ一発どっちかが当たればもう倒れるようなパンチですよね、はい、お互いにもう本当に力強いパンチを打ってますよ。第1ラウンドから目の離せない展開です。石井選手も1ラウンドでこの世界のパンチとスピードをこの肌で感じたと思うんですけども、はい、今多分これはいけるぞって感じしてるんじゃないですかね。十分やれると自信を持って、自信持って戦ってますね、はい、鈴木さん、はい、石井サイドです。丸木会長も手応えを感じています、はい、今日の動きはいい、思い切って言ってもいいがカウンターには注意するようにという指示が出ています。青コーナー挑戦者サイドは名古屋テレビ勝智久アナウンサーです。鈴木さん、はい、チャンピオンガルサ陣営ですが、はい、もっと自分から先に手を出せ、そういう指示が出てますね、まあ、ただ、まあ、状態はいいようだと余裕の表情もまだ見られます。調整具合はいいという赤コーナーチャンピオンサイドのリポートは名古屋テレビ佐藤裕二アナウンサーです。左のフックバッティングアピールしますガルサ。右のボディを狙ってきました石井。ああ、ここはガルサがじっくり見ています。もっと自分から仕掛けろというセコンドからの指示でしたが、そうですね、いつもの試合に比べましてチャンピオンがちょっといつもの積極性がないですね、まあ、タイトルを取った試合も5月の防衛戦も第1ラウンドからガンガン仕掛けていくのがこのガルサというボクサーだったんですが、うん、まあ、その1ラウンド石井のパンチを食ってみて、はい、お、これはパンチあるなとちょっと思ったんじゃないですかね。いや、ボディ、石井ブロック、アウト。ガルサスリップしました。足元を滑らせました。左の差し合いです。まあ、今の、まあ、スリップだったんですけれども、はい、まあ、ちょっとチャンピオン動揺があるんじゃないですかね今ね、まあ、予想していたよりも石井のパンチが強く、はい、まあ、そういった動揺もあるんでしょうが、ガルサの手数が止まるか。右がパンを見せました石井。これは距離を見せ、踏み込んで左を見せました。そして右ガルサ、石井ボディを狙う。ボディから顔面、左から右の打ち下ろし、右が当たった。ガルサの右が当たりました。石井が打ち終わりちょっと気をつけたいですね。ガードを固めて、あと左のパンが、右のパンを打った。石井ガードを気をつけたい。足を止めて打ち合い、すごい打ち合いですね。打ち合いになった。まさにファイター同士の対戦に恥じない、ものすごい試合になりそうです。第2ラウンド、まもなく終了のゴングが鳴る。すごい打ち合いですね。では両者の体格を比較してご覧いただきます。ご覧のように身長、リーチ、脅威、そのあたり、その他首回りなどもほとんどこれ2回やった体格でいいですね。そうですね、もうほとんど一緒ですよね、はいはい、珍しいと思いますね。そして共にスタイルも同じ攻撃的なファイター。
第1、第2ラウンド、凄まじい打ち合いが展開されています。 WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ第3ラウンドに入りました。先ほどのラウンドはこの左右服の、ね、打ち合いになったんですけれども、はい、チャンピオンの方がその中にアッパーを入れてきたんですね。そうですね。そのアッパーが非常に怖いパンチでしたね。左右の服だけの石に対して上下 の, このパンチ、横からのパンチと下からのパンチを混ぜた。そうですね。左アッパーが本当に素晴らしいパンチでしたね、はい、右を食らって石井が跳ね上がるシーンもありました。しかし石井は初挑戦、この世界タイトルマッチ初挑戦ながらよく見えてると言っていいですね。そうですね。相手をよく、ね、見てますよね、はいはい、石井は三重県桑名郡木曽崎町出身の22歳。おっと左の服、一瞬石井の腰が落ちましたが、16歳で高校を辞めて名古屋にあります天佑丸木ジムの門を叩きました。プロ23戦目、デビュー当時から憧れていた世界タイトルマッチのリングに今上がっています。一方ガルサ踏み込んで左から右ストレートを見せました。この回は逆にあれですね、先ほどの攻撃で石井君がちょっと慎重になっている感じですね、はい、そうですね、ガルサが前に出ます。石井低い体勢でかわしています。この辺りの動きは柔らかいですね。そうですね。今ウィービングでうまくパンチを外してますんでね、はい、でその後攻撃がすぐ出ればちょっとね、いいペースになれるんですけどね。ガルサの2人が石井の顔面にヒット、もう一発石井の右が空を切っています。チャンピオンのガルサはメキシコ北東部アメリカテキサス州にほど近いレイノーサという町の出身です。あと3日後で23歳になります。いいスタイルのメンバーチ、はい、石井左から右の顔面ちょっと効いてますね、はい、ガルサの鼻のあたりが赤く跳ね上がった、うん、ちょっとね、石井君全部顔面いってますんでね、はい、ボディですね、はい、今ボディが狙っている、はい、イラッパー打つさ、ガルサガルサ、左右アッパー、石井がつけなす、ガルサの右のアッパー、レネフック、ガルサすごいアッパー打ってますけども、はい、石井君見えてますね、全部パンチ外します。今度は左軽くボディに持ってきましたガルサ。ラウンドごとに攻守の主導権が目まぐるしく入れ替わります、ね、今日の世界タイトルマッチ、まあ、石井君のまあ左右服をねガルサ警戒したと思うんですけども、はい、そこをワンツーストレートがね、はい、まあ、予想しないところから来たんでね、効いた有効だと思いますね。第3ラウンドも残り40秒です。いい画面を狙っていたガルサ、左のフックも空を切った。石井が落ち着いています。世界初挑戦、いいですね、あの左ジャブもいいですね今のね、はい、やはりねもう左右フックを警戒してますんで、ストレートパンチがね当たりやすくなってますよね。またこのストレートが当たるとこのフックが当たりますんで、あのいいペースになってますね。逆にガルサの前にこのやっぱり右アッパーは要注意ですね。 そうですね、右左ですね、右ストレート、左にアッパーを狙いますガルサ、ボディを狙います。お互いにボディを狙う。第3ラウンドが終わりました。さあ、はい、序盤の3ラウンドが終わりました、はい、ここまでは攻守目まぐるしい展開ですね。そうですね、まあ、激しい打ち合いになってますけれども、はい、まあ、ペースは僕は石井君のペースだと思いますね。あ、そうですか、はい、この打ち合いになっても石井君の打ち勝ってますので、はい、またそれとガルサですか、ちょっとまだね動揺が見えるところあるんで、石井君のいいペースだと思いますね。さあ試合は中盤に入ります。第4ラウンド、画面手前ゴールドのコスチューム、黒のラインが挑戦者の石井光三、天佑丸木ジム。一方黒と白ホワイトタイガーのトランクスがメキシコの虎の意味を取るチャンピオンネストールガルサです。石井君が今打った、ね、左ジャブですね、はい、この左ジャブも、ね、非常に有効になると思いますね。ただガルサの左、そしてこの右は速いですね。そうですね、左のボディを狙った、まあ、ちょっとローブローでしたけどね。そうですね、はい、右から左、逆の逆コンビネーション、ガルサが石井5体、石井が前に詰める、前に詰める、このチャンスなんですけれども、はい、大振りはね気をつけたいですね。もっとコンパクトにいきたいですね、まあ、ガルサも打たれながら、はい、冷静に今見てますからね、はい、カウンター狙ってますから、とにかくダメージからの回復力と爆熱さでは定評があるチャンピオンのガルサ。果たして石井の一発系のパンチ力はどこまでガルサにダメージを与えるか。アウト、手に思われました。右アッパーですね、怖いのは、はい、石井もこの熱くならずにね冷静になって打ち合ってもらいたいですね、まあ、難しいと思うんですけども、こういう打ち合いになりますとやはり冷静な方がね勝ちますので、左アッパーもらっています石井。
左のアッパー、右から左足の左、ちょっと相打ちですね。そうですか、第4ラウンドもすでに半ばを過ぎています。鈴木さん、はい、石井サイドからは攻勢になった時も小さいパンチを出していくようにという指示が出ています。あ、やはりセコンドからもコンパクトに打ったと指示出てますね。そうですね、非常にあのこの打ち合いの中でも、はい、ガルサ の左 の、ね、この今のですね、はい、あのショートアッパーが非常に有効に決まってますんで、あと今も入りましたね、はい、そ今度はボディを狙いました。ガルサ、ワンツーワンツー、ガルサにワンツーを当てました。石井、左アッパーをこのなんていうんですかね、フェイントにしておきまして、あのボディが今度来ますからね、はい、石井が打たれながら前に出る、はい、ガルサの口から早くもマウスピースが覗いています。そうですね、セコンドから石井小さく小さくとこう飛んでますけれども、ちょっと大振りですかね。そうですね、あと左アッパー、さらに左を引く、うん、もうアッパーを狙ってきてますからね、はい、あまり不用意に打たれ続けると終盤以降のダメージの蓄積によって足が止まる原因にもなります。石井のパンチもいいタイミングで当たってるんですけどもね、はい、ガルサやはりタフですね。やはり一発は止まりませんね。そうですね、左アッパー、左フック返す、ミラップを出したところで第4ラウンドが終わりました。今度の攻防です。このラウンドは石井が取ったと見ていいですね。いや、しかしね、このガルサの中から左アッパーっていうパンチも、はい、有効に決まってましたんでね、これは味方によってだいぶ変わるんじゃないですかね。そうですか、ただ世界チャンピオン相手に一歩も引けを取らない戦いを展開しています、チャレンジャーの石井光三。第5ラウンドに入りました。画面手前、22戦21勝1敗 14KO、 KO 率 67% という石井光三。一方のチャンピオンは挑戦者より一つ上の同時期23歳という年齢ながら、さあ左のアッパー、ちょっとカウンターの右にもらいましたね、はい、右から左のボディ、さあガルサ、チャンピオン、メキシコの虎の本領発揮か、打ち合い、しかし、左の引きで押し返した、手数、そしてコンビネーションではチャンピオンが混ざっていますが、一発のパンチ力で押し返した、でもどっちが倒れてもおかしくないタイミングでね、両者パンチもらってますよね、今、はい、スポットライトの下に飛び散る汗、錦の虎が激しくがみ合っています。突いた時に石井君もね、これアッパー打てれば非常にいいペースになれるんですけどもね、はい、鈴木さん、ガルサ陣営ですが、はい、もっとボディを混ぜろと、そしてやはり先に手を出せという指示です。やはり上だけでは、まあ、これは両選手とも言えることなんですけれども、ね、はい、さあガルサのボディを変えた、ちょっと今足止まりましたね。やはり石井君気をつけるのはこの空振りの後バランス崩したところですね、はい、そこをアッパーを狙い打ちしてきますから、バランス崩すのは本当に危険ですよね。このタイトルマッチに臨むにあたって石井がポイントに挙げていたのが、まず12ラウンドを戦い抜くスタミナ、そして右ヒット、そしてガードを含めたディフェンス、この2点でした。スタミナとディフェンス、そうですね、非常にガードの方は高く上がって、はい、いいガードしてるんですけども、その隙間を今度アッパーをね、はい、ガルサは、まあ、その辺をもう見抜いてアッパーを下に攻めてきてますね。この辺りはキャリアとチャンピオンらしい姿ですよ ね、 すね、はい、まあ、キャリア、まあ、セコンドの指示だと思うんですけれども、ガルサと石井は年齢は1歳違いですが、ガルサは37戦のキャリアを踏んでいます。36勝1敗、36勝のうち実に KO が28、 KO 率 78%、 はい、いきます、左のボディ、ガルサです、まあ、少しガルサはボディブラローブローですもんね、はい、あんた、サイドフック、石井打ち合う、真っ正面から打ち合う、石井も打たれても打たれっぱなしってことはしないですもんね、はい、ガルサが体を預けて左のパー、さらに左のフック、石井も返す、第1ラウンドから立ち上がりから両者ともヒートアップ、この第5ラウンドも激しい打ち合いになっています。ロープ詰めて今チャンスなんですけどもね、ガルサにもダメージははっきりあります。
はい、第1ラウンドからこの先ほどの第5ラウンドまで激しい打ち合い続いているんですが、はい、両者のこのダメージという点ではどうでしょうか。まあ、同じぐらいあるんじゃないですかね。同じように打たれて、またあのお互いにすごく倒れてもおかしくないタイミングでパンチをもらってるんですけども、あの非常にお互いタフですよね。第6ラウンドのゴングです。ちょっと我慢比べのような展開になってますね。そうですね、序盤での早い KO も期待されたこの試合、左の石井の左がヒット。打ち合いの中でも我慢比べになっています。終盤第6ラウンド、左の差し合いです。まあ、こういう展開になりますとキャリアのあるチャンピオンが1枚上かと思うんですけれども、まあ、石井君 の, その逆に根性の見せ所でもありますよね。キャリア37歳、すでに世界戦を2度経験しているチャンピオン。一方世界初挑戦となる石井、タイトルマッチは8月の東洋太平洋を含めてもこれが2回目です。この辺りのキャリアの差が試合の勝負にどう出るか。しかし石井は打ち負けません。前に出る、右枠を切った、低い体勢でかわしたチャンピオン。接近戦、離れ際の左フック、左のフックです。石井チャンピオンは先ほどから再三バッティングをアピールしてるんでしょうか。そうですね、バッティングですね。あと左フック、まあ相打ちですよね今のも。さあ石井が詰める、ガルサ一歩交代、レフリー割って入ります。今日のレフリーはベネズエラのエンソ・モントロさん。これが世界戦30試合目になります。レフリーのエンソ・モントロが割って入りました。この第6ラウンド、まもなく半分になろうとしています。石井ボディを伺う、ちょっとこのラウンドお互い様子を伺っている感じのラウンドですね。やや手数が止まりました。そうですね、まあ、お互いに、まあ、強さを認めたと言いますか、はい、お互いそのパンチの強さを肌で実感したいと思いますかね。いやいや警戒し、お互いに警戒している。そうですね、はい、初挑戦の強みから怖いものなしの序盤から打ち合ってきた石井。まあ、この接近戦での打ち合いでも、はい、石井君かなりそのパンチが見えてきたみたいですね。そうですか、ね、打たれてませんね。さあボディアッパーが怖いガルサ、あと右、逆にこの試合は石井のがいいですね、はい、しかし右を吹くで返すチャンピオン。場内からは石井の大コール。ここは名古屋総合体育館レインボーホール、ガルサにとって応援する人はほとんどいないと言っていいでしょう。周りは 100% 敵の中、勇敢に2度目の防衛戦に臨んでいるチャンピオン。一方会場の大声援をバックに受けて世界に初めて挑んでいます、天佑マルクジムの石井光雄。右は大きくを切りました。チャンピオンの顔面は赤く腫れてきています。まあ、前半見せましたあのガルサのアッパーのスピードですか、はい、そのスピード感はちょっと衰えたような感じしますね。そうですね、はい、さあボディから右を押し、チャンピオンです。石井ちょっと疲れたか、アッパーを狙う、揉み合いの中で第6ラウンド試合前半が終わりました。前半6ラウンドが終わりました。解説は大橋秀樹さんです。大橋さん、はい、前半終わっての両者の評価、そうですね、僕の採点では、まあ、全くの五分五分ですね。互いに、まあ、一歩も譲らずという感じのラウンドは続いてますね。距離取られずという形で試合は後半に入ります。第7ラウンドです。さあ右手をぐるぐる回した石井、観客が大きく沸き返ります。石が死にくい位置に逃れる、ガルザ誘ったんですね今ね。あ、そうですか、そのカウンターで今狙い撃ちでした。石井コーナー詰めていったのは石井に見えたんですが、そのカウンターを狙った。しかし石井が回れ出る、また出る。あ、まあ、一瞬チャンスだと思ったんですけど、本当にピンチとチャンスがね、紙一重の試合ですよね。ここに一発強打の KO 率、高い KO 率を誇るチャンピオンと挑戦者、どちらにいつ KO シーンが転がり込んでもおかしくはありません。第1ラウンドからこのような激しい打ち合いでした。そして後半に入っても全く一歩の引きを取りません挑戦者。このスタミナも
ちという点では、はい、チャンピオンのややスピード落ちているような感じしますね。第1ラウンド立ち上がりに比べるとそうですね、パンチのスピードが落ちているという指摘がありましたが、左右アッパーの迫力というのはちょっと衰えてますね。最終は軽くフットワークを刻みました。左の差し合い、まさにどつき合いの中での我慢比べ。ガルサが距離を取ります。コーナーに自ら下がる。距離が詰まりました。互いにアッパーを奪います。第1ラウンドからノンストップの激しい打ち合いをしてきた両者、クリンチのシーンが多くなっています。第7ラウンド、体を預け合うようにして打ち合います。挑戦者の左がヒット。ガルサの両手が下がりました。再びガールド、ガードを上げます。お互いこう左吹き左アッパーで勢いをつけてお互いを突っ越しました、ね。左、石井のパンチが効いています。挑戦者のパンチがチャンピオン、この後打たれたチャンピオンを徐々に追い込んでいます。この我慢クラブの展開で、はい、この我慢のしがちですね、石井君ね、はい、さあチャンピオンの黒いマウスピースが口の中から覗いています。一方の挑戦者のマウスピースが見えている。ボディを突き刺す、ボディを突き刺す。チャンピオンスピードがないですから、はい、パン打った時にもう石井君がもう思いっきり勘取った方がいいですね。挑戦者のチャンスです。さあチャンピオンコーナー、赤コーナーで追い込んだ。残り時間は20秒切っている。押し切れるか。挑戦者石井構造、ガルサがクリンチへ回ります。挑戦者が勝機を使った、ね、はい、ガルサ右枠を切る。ラウンドの挑戦者のラッシュです。これチャンピオンのダメージがこの1分間のインターバルでどこまで回復しますかね。そうですね、この疲れプラスダメージですよね、はいはい。まあ、先ほど言ってるようにこのアッパーの、ね、スピードなくなってるんで、はい、そこを、ね、思いっきり石井君合わせた方がいいですね。そうすればもう倒せますね。 KO を予告するかのように観客は煽りました。挑戦者石井構造、第8ラウンド、チャンピオンやはりまだダメージ残ってますね。そうですね、まあ、自分から攻めるんではなくこのカウンターセットに切り替えてますね。左、はい、のボディです。チャンピオン右枠を切ったチャレンジャー打ち合います。このラウンドも手を止めません、はい。この打ち合いはね、石井君の方がチャンスだと思いますね。さあ世界初挑戦でベルト奪取のチャンスを迎えています。挑戦者石井構造、右のボディからボディを狙います。ガルサは手が止まりかけている。右の打ち下ろしです。チャンピオン軽く左をやった。さあ石井が前に出る。ガルサが石井の全身を止められなくなりました。前に出る力、ラッシュパワー、馬力では定評のあったチャンピオンがこの第8ラウンド逆に挑戦者に押されています。ロープを背負うシーンが多くなりました。左のフックです。このチャンピオンが押し負けてますからね、はい、過去序盤でダウンを着ても驚異的な回復力とそして馬力で跳ね返してきたチャンピオンがこの第8ラウンド日本で迎えた2回目の防衛戦で挑戦者石井構造のパワーの前に押されています。このラウンドの石井君の戦い方は、ね、非常にいいですよね、はい。やはりチャンピオンというのはいつも前に出て相手を押す戦い方をしてますので、そうですね、こう下がらされる戦い方はしてないと思いますので非常に下がるということはスタミナロスもしますから、非常にこれいい戦い方ですね。まだ下がりながらもアッパーを返しますガルサ。有効、石井君のこのラウンド有効ではないんですけども、この戦法としてはね非常にいいラウンドだと思いますね。チャンピオンのスタミナを削ぐ、そうですね、やってるわけですね、はい。さあガルサ、チャンピオンが苦しそうです。石井も耐えています。第1ラウンドから激しい打ち合いでした。まだしかしダウンシーンは生まれていないこの WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。世界初挑戦、天佑マルキジムの石井構造がチャンピオンメキシコのタを倒すのか。まあ、今チャンピオンらしくない大振りの、ね、スピードのないパンチを打ちましたね、はい。
左のフックです。しかしブロックしています。石井です。ローポーサーチャンピオン前に詰める。石井が出る。2枠を切りました。両者とも疲れました。石の年を取れるように最後のパーソンとして1個クリアスチャンピオン。第8ラウンドが終わりました。スーパーバンタム級の日本人チャンピオン、ジュニアフェザーと呼ばれていた当時の76年にロイヤル小林、91年に畑中清が WBC のタイトルを取りました。しかし WBA のこのタイトルを取ったチャレンジャーはまだいません。石井が初めての WBA スーパーバンタム級チャンピオンとなるか。矢山があって第9ラウンド。鈴木さん、はい、丸木会長からは指示というよりはもう葉っぱをかけています。大丈夫、チャンピオンになるんだ、しっかりやれ、何度も言い聞かせています。青コーナー挑戦者陣営、天佑丸木ジムの丸木隆夫会長はかつて現役時代中部ボクシング界から初めて世界タイトルマッチに挑んだ男でした。残念ながらその時は判定で敗れ夢叶わず、21年ぶり、1978年の自身のタイトル挑戦以来21年ぶり、まな弟子をこの世界タイトルマッチのリングに送り込んでいます。さあガルサがコーナーロープに詰まっています。さあうまく体を入れ替えた。今度は石井がロープを背負う。しかし石井が前に出て逆にチャンピオンを押し返す。大橋さん、はい、これ両者ともこう削り合いというんですかね。そうですね、本当に消耗戦ですよね、はい。こうなってきますと本当に精神力の勝負になりますから。ただ12ラウンド、フルラウンドもすでに4試合経験しているチャンピオンに対して、これまで10ラウンド2回が最高のラウンドという挑戦者の石井。しかしスタミナの消耗という点では、はい、石井君のはまだそのスタミナ切れてるって感じはしないですね。初めての舞台となる世界タイトルマッチの舞台にはもう完璧に馴染んでいます。あとは自分の力を見せるだけ。チャンピオン下がりながら左です。まだチャンピオンの左アッパー、そして左フックは死んでいない。ちょっとこのラウンドいい左フックアッパーをちょっともらってますね、石井君の方は。この離れ際の左ですね。そうですね、思いっきりくっついてしまった方が、はい、石井君いい戦いできますね。今の状態でいいですね。はい、こう体をくっつけて押し合いながらボディ、そして左右のフックで攻め立てます。石井中間距離になりますとこのアッパーですね、はい。先ほどまでちょっとねスピードなくなったと思ったんですけども、はい、この回はまたちょっとねスピードがまた元に戻ってきたような感じしますね。無類のタフネスを誇るチャンピオン、エルティビレ、メキシコの虎の意味を取るネストールガルサ。左がヒット、石井です。ガルサがガーッと右がヒット、相打ちですね、相打ちですね、お互いぐらってきます。石井もふらついています。またチャンピオンもガクッときましたからね。まさに削り合い消耗戦。第9ラウンド残り時間は間もなく30秒。この激しい打ち合いの中でまだダウンシーンは落とされていません。おっとちょっと体のバランスを崩しました石井。外にファイティングポーズを取ってリング中央、左のボディ、右のフック、右のフックは石井です。下がりながら手を出すチャンピオン、まっすぐに前に出るチャレンジャー。さあチャンピオン疲れています、疲れています。石井あと一押しです。しかし石井も疲れている。ロープ際打ち合いの中で第9ラウンドが終わりました。入ります、第10ラウンド。ここまでの放送席、大橋さんの採点ではどうなってるでしょうか。そうですね、若干石井君の方が僕は有利だと採点してますね。さあ挑戦者有利で迎える終盤戦、WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、残すところあと3ラウンド、その第10ラウンドに入りました。チャンピオンになれる、大丈夫だ。激を飛ばして送り出した青コーナー、一方焦りの見える赤コーナーのチャンピオンサイド、互いにダメージがあります。まばゆいばかりの世界戦のスポットライトの下で汗が激しく飛び散ります。顔面は赤みを見ています。あと左がヒット、
ガラサの左が挑戦者の顔面にヒット。しかし石井が体を預けて接近戦に持ち込んだ。ここはうまく入れ替わった。左のボディです。右はかわした石井です。左右の服、左右のショート服、ちょっとチャンピオンのこれボディ攻撃ですね、はい、これちょっと怖いですね。この終盤に来ますとこのパンチがねガクッと効きますので、ボディは打たせない方がいいですね。どうでしょう両者のスタミナね、両選手このスタミナダメージですね、はい、両方がこの重なったダメージですよね、まあ、スタミナという点では石井君の方はまだスタミナは残っていると思いますけど、ですから石井としては攻勢に出ている分まだそのダメージというのを忘れられる、そうですね、状況があるわけですね、はい、まあ、チャンピオンの方がどちらかというと押されてますので、はい、ただその糸が切れた時は怖い。これダメージを感じるとこれ一気に来るものなんですか。そうですね、もうこの終盤に来ますと、はい、簡単をもういいタイミングで食らいますと、はい、その一発で終わってしまうところありますからね。石井がやや優勢に試合を進めています。しかし一発で局面が変わります。ちょっと左左の左ですね、ちょっと石井危ないですね。どうかクリッチに逃れます。ちょっと今ね左服ショートで簡単だったんですけども、はい、ちょっと石井くんダメージがありますね、はい、中間距離はチャンピオンの距離、離してはいけない挑戦者。疲れています。軽やかなフットワークは遠の昔に失われています。しかしそれでも体を預かるようにして、そしてパンチを繰り出します。挑戦者石井光三、ノーランドチャンピオンがこのボディ攻撃をね、はい、よく仕掛けてきてるんで、はい、そこを下がったところをね先ほどもらいましたね、左ってね。慣れながらのロングのフック、そして突き上げるようなアッパー。鈴木さん、はい、石井サイドからは体がひっついた時に待ちすぎずに早くパンチを出すように、そして何度もやはり繰り返しチャンピオンになるんだと言い聞かせています。やはり接近戦の時にパンチが出ないというのは当然疲労もあるかと思うんですが、はい、やはりチャンピオンのカウンターですよね、カウンターを警戒してるんじゃないでしょうかね。鈴木さん、はい、チャンピオンサイドはやはりもっと距離を取れという言葉が盛んに飛んでますが、接近戦の挑戦者、距離を取って中間距離で戦いたいチャンピオン。右と左が交錯します。第10ラウンドも終了、残るラウンドはあと2つです。終盤になっても両者の打ち合いは変わりません。ガルサの左フック、一瞬挑戦者の膝が折れました。顎の先端を捉えましたからね、はい、確かにチャンピオンにダメージはあります。そして挑戦者にもダメージはあるはずですが、観客の声援を力に変えるべく石井が第11ラウンドに臨みます。チャンピオンの方もちょっとね疲れが出たと思ったんですけれどもね、また表情の方もちょっと弱気な表情をしてましたんで、このままダメかなと思ったんですけども、またダメかな、盛り返しで来てますね、チャンピオンの方もね。ワンツーを打ち込んでいきますガルサ。メキシコの虎と歌われた、あっと左、メキシコの虎に対して挑戦者の左がヒットする。ロングの左、しかしブロックしています。石井です。左のアッパーを見せましたチャンピオン。今度は右のボディアッパー。このあたり疲れははっきりと旗目からでも伺います。それほどの激しい打ち合いを第1ラウンドから演じてきた両者。左、挑戦者の左、再三の引っけ、打ち合いになる。またもこの11ラウンド打ち合いになる。左を警戒させておいて、はい、それは、ね、左右吹きも当たってますから、はい、まあ、これセコンドの指示だと思うんですけど、非常にいい作戦ですね。あと右ナッパー、左右ナッパー、空を切るチャンピオン。石井が低い体勢、おっと距離を取った。あと左の吹き、石井はわずかに交代、しかし逆に押し返す。下がったら今までのダメージが一気に出てきます。前に出ます、前に出ます。挑戦者、まあ、挑戦者ね、前に出てるからいいんですよね、はい、これもう下がったらもう一個目のペースになってしまいますからね。打たれても打たれても前に出ます挑戦者。石井
富田氏やはりこの練習量が豊富だったのが伺えますね。石井ちょっと口のあたり切ってますかね。そうですね、はい、わずかに血が見えます。さあ左我慢比べ、もう11、12はね、はい、石井君どうしてもポイント取りたいですからね。そうですね、はい、ここまでの差は微妙です。どちらについてもおかしくない打撃戦。左がヒット、さらに右、最後含む打ち合い、チャンピオンが交代、はい、チャンピオンがロープに背負った、ロープを背負った、うまく体を入れ替えた、しかし石井左、そして右、肩で押し付けるように体を押さえつけるようにして前に出ます。チャンピオンが苦しそうです。さあ第11ラウンドで残り1分になりました。左アッパー、チャンピオンです。WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチは最終第12ラウンドに入ります。ここまで死闘を繰り広げてきた挑戦者とチャンピオン、まあ、この試合はお互い両方とも、ね、勝ってると思ってないと思うんで、最終回に勝負かけてくると思うんで、この最終回が本当に大きなポイントですね。さあ泣いても笑ってもあと3分、できるなら笑ってほしい3分です。立ち上がりから積極的にいきます。石井がチャンピオンをコーナーに詰める。鈍い音がこの放射線まで響き渡ってきます。飛び散る汗、もうちょっと石井が顎を引いてね、はい、前進してパンチ出したいですね、はい、アッパー、そして福利は陽警戒です、はい、挑戦者体を預けて左右のショートアッパー、そしてカウンターでもらってしまった。やはりね、ちょっと顎が上がってたんですね今ね。第12ラウンドダウンを奪ったのは、最初のダウンを奪ったのはチャンピオン。さあ挑戦者の挽回なのか、まだ時間は十分ある。ちょっとダメージがありますね。どうだ、くっついた方がいいですね、思いっきりね。離れてはいけない、右ストレートもらった、石井ガードが止めて、とりあえず答え、一気に出るチャンピオン、逆に一気に出るチャンピオン、クリンした方がいいですね、これでいいですね。打ちます、はい、この第12ラウンド最終ラウンドで落とされた最初のダウンはチャンピオンが奪いました。左フックのカウンター、いや、ちょっと下がる方がいいですね、石井ね。チャンピオンが最終ラウンド KO を狙う。ここまで勇敢に打ち合ってきた挑戦者、最終第12ラウンド、まもなく残り時間1分30秒、石井挽回なるか。この第12ラウンド最初のダウンをチャンピオンが取りました。石井は相当ダメでありますけども、はい、本当にすごい精神力ですね。初めての世界挑戦でした。しかし第1ラウンド立ち上がりから全く臆することなく打ち合いました。残り時間まもなく1分になります。挑戦者のダメージが大きい。さあチャンピオンが詰める、ハンドレフリーのエンソモンテロが割って入りました。最終12ラウンド残り30秒というところで、レフリーのエンソモンテロが試合を止めました。しかし石井もよく頑張りましたね。決して引きは取りませんでした、はい、第1ラウンドから ただいまの TKO タイムをお知らせいたします。12ラウンド2分30秒から打ち合いました。しかし12ラウンド2分30秒ちょうど、レフリーストップ。チャンピオンメキシコのトラネストール・ガルサが敵地日本で2度目の防衛、石井は世界初挑戦、健闘を及ばず敗れました。いや、しかし大橋さん、はい、
ものすごい試合でしたね。本当にもう本当素晴らしい試合でしたね。石井君負けたの本当に残念なんですけども、本当に内容のあるね、まあ本当ピンチとチャンスが本当入れ替わり、本当に内容のある素晴らしい試合だったと思いますね。最終第12ラウンドテクニカルノックアウトでチャンピオンネストールガルサが2度目の防衛、挑戦者石井健闘むなしく惜しくも敗れました。これ世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、勝者のコールを受けたのはチャンピオンのネストールガルサでした。第12ラウンド2分30秒レフリーストップテクニカルノックアウトで2度目の防衛を果たしました。大橋さん、改めてこの試合振り返って石井にも勝機はあったと思うんですが、はい、そうですね、本当にやはり最終回がね大きなポイントになってしまったんですけども、また最終回始まった時にね、ちょっと石井君が顎を上げて攻めていったんで、はい、ちょっとすごく心配したんですけども、そこをうまくカウンターで疲れてしまいましたよね。最終第12ラウンドで最初のダウンを奪われました。やはりそのダメージは大きく、結局最後はレフリーストップということになりました。今放送席に11ラウンドまでのスコアシートが届きましたが、1人がガルサ、1人は石井、そしてもう1人がドロー、イーブンということで、この12ラウンドがやはり勝負のラウンドでしたね。挑戦者石井の健闘の前にかなりの苦戦を強いられましたチャンピオン。今戦い終わって青コーナーに静かに腰を下ろす挑戦者の姿、そして勝者としてトロフィーを受け取るチャンピオン、明暗くっきり分かれました。それでは見事ネストールガルサチェンスにお話を伺います。おめでとうございます。よろしくよろしく、 OK、 今言いました、今どんな気持ちでしょうか。クロケンポコアゴタドンジャケエステイシエスウングランペレドロンファカドロコモヨアディチョイラベラスセメレセロデルポケエスウングランペレドロン、グランプロスペクト。今私は少し疲れております。と言いますのは非常にいい試合でしたし、私が予想していましたように相手もとてもいい選手です。ですからただし今とても満足しております。試合前は12ラウンドまでは絶対に行かないと話してましたが、厳しい戦いになりましたね。Sí, ya que yo sabía que Isi era, como dije anteriormente, es un gran peleador. Yo venía dispuesto a noquearlo. Traté de buscarlo de los primeros rounds, pero no se pudo, ya que, de como quiera, logramos un triunfo más para Néstor el Tigre Garza. Y claro, un nuevo knockout. Muy difícil, pero muy bueno.非常に私が予想していましたように、大変良い選手でした。石井選手は とても良い選手でした。ですから私は第2戦からもう、全力で戦うつもりでしたけれども、ついに最後のラウンドまで参りました。しかしとてもいい試合でした。今まで戦った選手の中で石井選手は何番目ぐらいでしょう。Pues creo que es un gran peleadorCuesta mucho de aquí en adelante todos los peleadores que en mi campeonato, el cual como yo dije anteriormente estoy bien preparado para cualquiera. Yo sé que de ahora en adelante van a venir todo muy, muy difícil como dice, en el cual enhorabuena y a seguir echando ganas.まあ、非常に私は偉大な選手だと思っております。そして私が今まで戦った中でも本当に一番に挙げられる選手だと思っておりますので、とても印象に残る良い試合でした。ありがとうございました。2度目の防衛を果たしましたネストールガルサ選手にお話を伺いました。大橋さん、はい、石井はチャンピオンから一番強い最強の挑戦者だった、こういう言葉をもらいましたね。そうですね、まあ、今日ガルサにとってもこの防衛というのは紙一重でしたからね。これ本当どちらが勝ってもおかしくない試合でしたから、チャンピオンがねそれ一番分かってると思いますね。やはり予想通りの打撃戦、激しい打ち合いになりました。はい、そして勝負を分けたのは最終12ラウンドの一発のパンチ、はい、ただそこまでは石井も決して世界チャンピオンと比較して引きは取らなかったと。そうですね、僕の採点では石井君が勝ってましたんで、本当にパワー、テクニック引きは取ってなかったですね。ただこれからこのガルサが打っていたアッパーを石井君がこれを身につけていけばね、はい、再戦すればこれ結果は逆になると思いますね。また再び世界へ挑むチャンスがあると思います。
WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ最終12ラウンド、テクニカルノックアウトでチャンピオンが2度目の防衛を果たしました。石井の初